私の方から2点申し上げたいと思います。まず予算の審議、今日から参議院は一般質問が続行されます。参議院として、自然成立を待たず参議院としての結論を早く出すべきだと考えます。結果として予算の成立が早まると、しかしそれは今後の実質的な補正予算の検討を急ぐと、そちらに力を注ぐべきであるとこう考えます。本予算が成立するとしても不要不急のものを削って震災の復旧復興のために充てると、こういう作業を補正予算の中で行っていくということが当面重要な目標になるとこう考える次第であります。これが第一点であります。2点目は先週末から被災地の調査等を行ってまいりました。私が赴いたのは茨城県の鹿島神栖という南部地域、それと千葉県の銚子旭市という隣接地域であります。こちらも相当な被害がございました。特徴的なのは鹿島神栖地域では港に津波が襲ったことによりコンテナが流出し、各地に住宅あるいは電柱道路その他に大きな被害を与えていると、そしてそれが散乱して放置されたままになっているという状況、それから埋め立て地が多いことから液状化の被害がひどいということでありまして、住宅その他の施設が傾いたり使い物にならないと、こういう状況が広範にわたっているということであります。下水道上水道等のライフラインの復旧にも手間取っておりまして非常に厳しい実情でありました。それから千葉県の飯岡漁港というところ旭市にあるところですが、ここは190隻の漁船の登録がありますが50隻近い漁船が堤防に打ち上げられひっくり返ったり、あるいは漁港の中に沈んでしまったりという大きな被害を受けております。さらに自動車が漁港の中に沈んだままサルベージできない、あるいは漁網が絡みついてあちこちに港の中に放置されていると、こういう厳しい実情であります。こういったところであまり報道はされていないんですが、このいわば忘れられた被災地とも言うべきところにも非常に厳しい深刻な被害が及んでいるということでありまして、この被害の調査そしてまた復旧の対応、ぜひ政府として早く自治体と協力しながら検討していただきたいと思います。それから広島に行ってまいりました。広島ではやはり原爆の被爆の経験、苦しい経験から積み重ねられたこのさらされる方の被爆への対応というものができる能力があるということで、広島大学の緊急被爆医療推進センターなどを中心にそのチームが福島県等に赴いて住民のモニタリング等を行いながらやっているという状況でした。間接的に伺ったところですが、いや長崎大学のそういった知識技術を持っているチームも行っているということであります。そこで心すべきことはですね、このリスクコミュニケーションが非常に重要だという指摘があるわけであります。この放射線についてはもちろん目に見えない音も匂いもないというものでありますから、住民は報道や政府の対応について不安があるわけであります。そうした中で正しくその対応ぶり、そしてまた放射線の数値の持つ意味、それから今後農作物等にも放射線が検出されたということで一部出荷停止と
という事態も生じておりますけれども、こういったことが風評に惑わされるのではなくて、今後どういう経過をたどるのか、これは生産者に対してもまた消費者に対しても正しい情報を与えるということは極めて重要なことだと思います。総じてそういった食生活や医療の面においてもリスクコミュニケーション、これを政府としてもっと対応が重要だと、これをぜひ指摘しておきたいと思います。それから北海道に赴きまして、漁業者の方あるいは知事ともお話を伺いました。北海道の漁業は沿岸部が漁船の被害、漁港の施設等の被害、そして養殖、これはホタテやカキやアサリ等々の養殖が壊滅的な被害を受けているという現状であります。それからサケマスあるいはサンマ漁に使う大型漁船がですね、三陸の東北の漁港で補修等の作業をしていた、これが被害に遭って大きな損害を生じていると、こういう指摘もございました。いかに被害が広範に及んでいるかという実情でありまして、これらの今後の再建策、これは北海道だけでも直接的な今の被害を積み上げて300億を超える状況であります。さらに今後質量あるいは収穫が見込めないということで、逸失利益を算定するともっと莫大な金額になると思います。こういったことが漁業者のみならず地域経済、この漁業の加工も含めた地域経済に与える影響というものも極めて大きなものがあると思います。もちろん最大の被災地であります東北地方については、それがもう桁違いで大きなものになるということでありまして、今後そういった面での二次的な救援、そしてまた復興にあたっての準備というものが、作業というものが急がれるということを実感いたしました。それから北海道の道として2隻の船をチャーターをして、一つは老老船、これにタンクローリーを乗せて港からこの給油支援を行うと、またもう一隻はさまざまな生活物資、これを積んで被災地に港から届けると、こういう支援をすでに行ったということであります。これから各都道府県あるいは市町村等の自治体の支援というものが期待をされていくわけであります。今日東京都は仙台市に行政の前線基地を設けて、現場とやり取りをしながら東京都として支援できる対策を順次講じていくと、こういう取り組みが行われます。こういった今後自治体の避難民の受け入れや対応ということが重要になってくるだろうと思いますので、我が党としてもこの議員間のネットワークを通じてこういった作業を促していくという取り組みをしてまいりたいと思います。東京は三宅島の噴火災害によって4年近く全島民が避難を余儀なくされたという経験がございます。その時のさまざまな経験をもとにして可能な限り役立てているということが重要だと思います。もともと住んでいた地域のコミュニティを可能な限り維持をすると、そしてまたふるさとへの愛着心をキープすると、そして各地の避難地との関係も改善をすると、こういった3つの面をよく回避しながら避難されている方々の心のケアも含めての対応が期待されるところであると、こう思っております。私の方からは以上であります。
放射線についてですね、はい、政府が、もっとその情報を発信をということでしたけれども、はい、これまで の, その政府 の, その、原発に関するですね、情報発信については、これは十分ではないという、そういう認識に基づいております。これは必ずしも十分ではないと思っております。当初の爆発を伴った原発の事故の時の情報開示のあり方、これにも不安を覚え、後手に回った感がありました。今、大事なことは、放射線が放出される、あるいは放射性物質が拡散すると、それに伴う国民の不安であります。これに対して、いよいよ農作物等にも放射線の検出が明らかになってきたわけでありますので、どれぐらいの放射線が出ているのか、あるいはそれが拡散をしているのかと、こういう情報とともに、その流通する食品等については、生産者と消費者のいずれにも不安を与えないような対応というものが強く求められるところだろうと思います。そして今現在のことも重要でありますが、今後どうなっていくのかと、つまり今出ていることの影響が今後どうなっていくのかということも国民としては知りたいところだろうと思います。日頃こういった知識が必ずしも十分ではないという一般国民の現状、その私もその一人でありますけれども、その現状において、この正しい情報をやり取りするという意味でのリスクコミュニケーションは、専門家の指摘もあるとおり極めて重要なことだろうと思います。これは農産物だけではなくてですね、工業製品、部品等、これを発電所に近いところで生産していたものがですね、納入先、つまり大手下請けでやっていたところが大手側からキャンセルをされると、こういうことも出ております。でそれは必ずしも今避難を30キロ圏内と言われているようなところの外にあっても、福島県内というだけでそういった注文生産がキャンセルされると、こういう実態もあるようでありますので、この点も含めての正しいリスクコミュニケーションが重要だと思っております。先週末に菅総理は自民党の総裁に対して入閣を要請したり、昨日も現地被災地での視察を急に取りやめたり、なんかその対応がもうバラバラといいますか、一貫してないんですけれども、それについての代表の所感を聞かせてください。総理の判断の根拠とか実情については我々も必ずしも十分知るところではありません。しかしこの谷垣総裁に対して入閣を要請するというのは、あまりにも唐突な感じがありました。やはり重要な行動や決定をするにあたっては、もう少し準備とか事前の根回しとか、そういうことが必要だろうと思います。やや場当たり的な感を否めません。視察の取りやめ、これが天候不順で天候不良で危険が伴うということであればやむを得なかったと思いますけれども、しかしやるとおっしゃっていた中でのことでありますから、それに対する準備というものも現場はあるでありましょうし、それが直前で取りやめになるということは、どういう状況か受け止める方は戸惑うところが多いというふうに思います。代表はまずその震災対策が第一だというふうにおっしゃってますが、はい、そういった状況の中でその谷垣氏入閣を要請するというこの菅さんのその姿勢についてはいかがお感じでしょうか。
この野党に協力を求めるというのは、我々はすでに協力をしますと、で現に協力をしてきているわけでありますから、そういうその野党への対応にエネルギーを割くということは必ずしも国民の期待するところではないと思います。私は菅総理からその谷垣総裁への要請が断られたと、今後も協力を願いたいと、こういうお電話を頂戴をいたしました。その時に申し上げたんですが、やっぱりこの総理が政府の矢場最高指揮官であります。しかし総理としてすべての実務をやりきれないわけでありますから、特に必要なことはこの震災の対応、これについて集中していただきたいと。そして震災を担当する大臣を早く任命をして、司令塔を確保していただきたいということを強く申し上げたわけであります。総理が企業へ赴いたりとか、あるいは地方へ激励や調査に出かけるということももちろん検討していいわけでありますけれども、やはり最高指揮官がこの中心にしっかりと座って、そして政府各部を特例しながら動かしていくと、こういう落ち着いた安定感のある対応というものを期待したいと思っております。その他いかがですか。よろしいですか。はい、終わります。